渡嘉敷直美は、日本の政治家、薬剤師、自由民主党所属の衆議院議員、衆議院厚生労働委員長、環境副大臣、厚生労働副大臣、厚生労働大臣政務官、自民党副幹事長、自民党厚生労働部会長、自民党環境部会長、杉並区議会議員、大阪府知的障害者陸上協議会会,会長、 清紫会新作法学院マナー師範を歴任。金表記の渡嘉式直美名義で活動することも多い。京都府京都市出身。祖父母は沖縄県に在住し、代々琉球王朝のご定位であった。精神女子学院中等科、高等科を経て、昭和大学薬学部卒業。薬剤免許を取得。1985年に資生堂に入社。 1992年に休職し、早稲田大学ビジネススクールに入学。1993年に、資生堂に復職。1994年、大前健一が主催する一新塾に入塾し、政治を学ぶ。1999年、杉並区議会選挙に出馬し初当選。その後、資生堂退社。2003年、杉並区議会議員2期目の当選。 2005年7月、東京都議会選挙に出馬するが落選。同年9月、第44回衆議院議員総選挙に、自民党公認で大阪7区より出馬、民主党前職の藤村おさを破り、衆議院議員に初当選した。2009年8月、第45回衆議院議員総選挙に、自民党公認で大阪7区より出馬したが、藤村に破れて落選した。 2012年12月、第46回衆議院議員総選挙に、自民党公認で大阪七区より出馬、日本維新の会新人の上西さゆり、民主党前職の藤村らを破った。選挙後に発足した第二次、安倍内閣で、厚生労働大臣政務官に就任した。2014年12月、第47回衆議院議員総選挙に、自民党公認で大阪七区より出馬し参戦。 2015年10月、第3次安倍第1次改造内閣で厚生労働副大臣に就任した。2016年8月、自民党厚生労働部会長に就任。2017年8月、第3次安倍第3次改造内閣で環境副大臣に就任した。同年10月、第48回衆議院議員総選挙に自民党公認で大阪7区より出馬し4選。 2018年10月、自民党環境部会長に就任。2019年5月、自民党大阪府連会長の佐藤明が、第19回統一地方選挙の敗北の責任を取り任期満了前に同職を辞任すると、公認として渡嘉敷が府連会長に就任。渡嘉敷は、大阪維新の会が推し進める大阪都構想の住民投票の実施を容認する考えを示したほか、 維新との連携を打ち出した上で、同化とも発言。都構想そのものへの賛否についても賛成に転じる、可能性に含みを持たせた。このため、地方議員や国会議員の一部からの激しい反発を招き、同年10月の人気満了に伴い不連会長を退任。続投に意欲を見せながら、約半年での交代となった。2020年10月。 衆議院厚生労働委員長に就任。2020年12月4日、新型コロナウイルスへの感染が判明した。渡嘉敷直美、ありがとうございます。